お昼過ぎの静岡市です。街歩いてますとこのように休業している飲食店も見られるんですが、3連休の初日とあって街の人出は少し多く感じられます。静岡市葵区の中心街、感染への不安から買い物に来ても足早に家路につく人が多く見られました。ただしちょっとバレンタインで近いでしょ、だからそのこともあってちょっとお買い物に来たっていうだけなので、はい、時間帯をちょっと気にして早く行ってお買い物してさっさと帰ろうと。ここ葵区のたこ焼き店はまん延防止措置が適用されてから来店客がほとんどおらず、厳しい状況が続いているといいます。そうですね、来店されるお客様は本当にゼロに等しいですね。今はデリバリーとテイクアウトのみで対応させてもらって、そちらの利用は増えたんじゃないかなとは思います。一日でも早く少なく感染者が、ね、出ないようになってもらいたいですね。県内に適用されているまん延防止措置は今月20日までの予定ですが、県の専門家会議は期間を延長すべきと提言しています。